ドイツさん、過去最高に EV が売れず内燃機関が売れてしまう。ゆっくり霊夢ちゃんと。解説役のゆっくりマリサだぜ。なんとドイツでは7月に入り EV 販売が 37% 減少、逆に内燃機関車を選ぶ人が増えてしまったとのこと。ああ、補助金がなくなるからそうなるのね。毎回言うけど、補助金がないと売れないビジネスってどうなのよ。EV のシェアも減少傾向にあるようで、継続して持ち続ける人が減ってきてるようだな。EV シフト推進してる中でこれ、どうするのよ欧州さん。てなわけで今回は、ドイツ EV 販売 37% 減少で EV シェアも 12.9% に低下。スウェーデンやスイスなどの他の市場でも EV の販売は減少ゆっくり解説、を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。ドイツの完全電気自動車 EV の販売が2024年7月に前年同月比で 37% も減少したんだよ。そりゃ大きな減少ね。EV の需要が一気に落ち込んだ理由って何かしら？去年の12月に地方政府が EV インセンティブを削減したのが原因だな。この削減以来、最大の落ち込みだってわけさ。政府の政策変更が影響してるのね。投資を進めてきた自動車メーカーやサプライヤーにとっては大打撃だわ。ドイツ連邦自動車輸送局が共有したデータによると、今年7月には、合計238,263台の新しい乗用車登録があったんだぜ。238,263台か。でも、その数字だけじゃ全体像が見えにくいわね。もっと詳細なデータが欲しいわ。もちろんさ、ガソリン車が 83,405台で前年比わずか 0.1% の増加。次に、HEV ハイブリッド車と、PHEV プラグインハイブリッド車が 79,870台で、前年比 18.4% の増加だ。ハイブリッド車が大幅に増えてるのね。ガソリン車より環境に優しいから、そっちにシフトしてる人が多いのかも。でも、EV が減少しているのはちょっと矛盾してる気がするわ。ディーゼル車も 43,107台で前年比 1.4% の増加なんだ。で、問題の EV は 37,062台で 36.8% の減少。これが一番深刻なんだ。ディーゼル車も増加か。排ガス規制の強化が叫ばれている中で、ディーゼルがまだ売れてるのは意外ね。EV の減少が特に目立つけど、インセンティブの影響だけなのかな？まあ、他の要因もあるだろうけど、インセンティブの減少が一番大きいだろうな。あと、LPG 液化石油ガス車が1078台で前年比 8.8% の増加。CNG 圧縮天然ガス車はわずか3台で前年比 98.6% の減少だぜ。CNG 車の減少率が半端ないわね。これだけ減るとほとんど市場から消えちゃうんじゃない？一方で LPG 車は増えてるのね。でも、こうして見ると EV の問題が最も大きいわ。確かにな。EV の減少が最も深刻な問題だ。このデータを見ると自動車市場全体が大きく動いているのがわかる。結局、環境問題を解決するには経済的なインセンティブが重要なのね。EV の売れ行きが下がると、環境への影響も大きいはずだけど、人々は目先のコストを優先しちゃうのかしら？そうだな。環境に優しいと言われても、結局は経済的なメリットがないと動かないってことだ。そもそも、環境的にいいのかどうかも怪しい部分があるからね。この原則を示す指標として、ドイツ市場における EV のシェアは、昨年の 20% から今年7月には 12.9% に低下したんだぜ。そんなに落ち込んだの？ドイツでも EV のシェアがこんなに減るとは、かなり EV シフトへの影響がありそうね。この結果は、今年の第一四半期の EV 販売が 16.4% 減少したことを、受けて、回復を期待していた人々にとって悪いニュースだな。第一四半期でそんなに減少しちゃったんだね。回復を期待してた人には、本当に残念なニュースだね。EV の価格が高くなった補助金の欠如に加えて、アナリストは、現在市場に出回っている手頃な電気自動車の不足も非難してるんだ。補助金がなくて価格が高くなった上に、手頃な EV も不足してるってことか。そりゃ、買いたくても買えないよね。自然と、EV の減速は自動車メーカーに将来の計画を再考させ、内燃機関の廃止を、先送りし、EU の厳しい排出規制を遵守するのを困難にしているんだ。UBS のアナリスト、パトリック・フメル氏は、EV の需要の低迷の結果として、来年の、フォルクスワーゲンの収益が20億ユーロ22億ドル減少する可能性があると述べたそうだ。それは大きな損失だね。フォルクスワーゲンもかなりの打撃を受けるんじゃないかしら。でも、EV の需要がここまで低迷するとは予想外だな。この自動車メーカーは最近、バッテリー生産スケジュールの遅延を発表し、EV 工場での生産を削減してるんだって。生産遅延と工場の生産削減って、悪循環だね。
バッテリーがなければ EV も作れないし、どんどん計画が遅れるばかりだわ。ブルームバーグが報じたところによると、フランスの会社バレオ SE は、稼働率が低い2つの工場を売却しようとしているらしいぞ。工場を売却するって相当な決断だね。稼働率が低いとはいえ、工場を売るのは最後の手段な感じがするわ。それに、フランスのサプライヤーである OP モビリティは、EV の生産量が、メーカーが予想していたものの約半分、だと明らかにしたんだ。半分しか生産できてないってことは、需要もそれだけ低いってことか。予想がここまで外れるとは、メーカーも頭を抱えているだろうね。同じく、ヨーロッパ最大の EV バッテリーサプライヤーである、LG エナジーソリューションは、経営を維持するために静止ストレージ生産に移行することを検討してるんだ。アーンスト&ヤング EY のコンサルタント、コンスタンティン・ガル氏は、ドイツにおける EV 販売の急落について次のようにコメントしてるぜ。E モビリティの立ち上げはこれまでのところ持続可能ではないことが証明されています。市場は全ての勢いを失い、多くの顧客が電気自動車の見通しに疑問を抱いています。持続可能じゃないって、結構厳しい指摘だね。顧客が疑問を抱くのも当然かもしれないけど、これは EV 業界にとっては痛手だな。ヨーロッパ最大の自動車市場であるドイツに加えて、他の国々でも EV の需要の低迷が見られるんだ。ヨーロッパ市場の中でも EV のリーダーとされるスウェーデンでも、7月の EV 登録台数が 15% 減少したらしいぜ。スウェーデンもか。EV のリーダーと言われてた国でもこんなに減るなんて、やっぱり根本的な問題があるんだろうね。同様の文脈で、スイスでもゼロエミッション車の強力な市場である EV 販売が 19% 減少してるんだよ。スイスも減少してるなんて、ヨーロッパ全体で EV の未来が不透明になってるね。やっぱり補助金とかインフラの問題が大きいのかも。そんで、先ほど少し話した電池の件についてもう少し深掘りしてみよう。売れないから静止ストレージ生産に移行するって話よね。そうそれ。自動車メーカーだけでなく、EV の需要減速から痛手を受けているのは、LG エナジーソリューションのようなバッテリー供給会社も同様なんだぜ。現在、その一部の企業は利益の減少を補うために、バッテリー技術を新しい方向に活用することを検討してるんだ。バッテリー供給会社も苦しい状況なんだね。利益を補うために新しい方向に活用するって、どんな方向なんだろう？LG エナジーソリューションのポーランド支部は、ヨーロッパの自動車業界への最大の EV バッテリー供給者で、6600人を雇用し、同社の世界収益の 40% を占めてるんだ。でも、高価格や各国での EV に対する補助金の喪失により、自動車バッテリーの需要が減少したから、静止ストレージ生産に移行することを検討しているんだよ。確かに、補助金がなくなると EV のバッテリー需要は減るわけだし、新しい市場を見つけるのも当然か。ブルームバーグの報道によると、ブロツワフにある工場は今年の収益が、3分の1減少し、67億ドルに落ち込むと予測しているらしい。収益が3分の1も減少するって相当な打撃だね。これじゃあ、EV 市場全体が本当に危うい状況なんだと実感するわ。LG のヨアンナ・シルスカ氏はニュースサイトに対して、LG エナジーソリューションブロツワフをエネルギーストレージ向けに開発することを検討しています。エネルギー変革はヨーロッパ経済にとって重要かつ不可避ですので、新しい製造能力への投資の可能性を調査しています。と述べたんだ。ふむ、エネルギーストレージにシフトするのは賢明な戦略かもね。ヨーロッパ経済にとってエネルギー変革は避けられないから、今のうちに投資するのも理解できるわ。LG はすでに世界中で静止ストレージシステムを提供してるけど、ポーランドでの静止ストレージ生産への移行は絶好のタイミングなんだ。なぜなら、ポーランド政府がストレージユニットに補助金を提供する計画を発表したばかりだからさ。おう、補助金があるなら確かに今がチャンスね。政府の支援があれば、新しい市場への参入もスムーズになるだろうし。この冷蔵庫のようなバッテリーは、昼間に蓄えた太陽エネルギーを必要な時に、利用できるようにし、太陽が出ていない時や停電時に役立つんだぜ。冷蔵庫みたいなバッテリーって面白いね。太陽が出ていない時や停電時にも使えるなら、確かに便利だし、需要もありそうだわ。報告によると、ポーランドはこれまでに4億ズボテ1億200万ドルをストレージユニット購入の補助金として、用意してるんだが、この制度を拡大し、石炭依存から脱却するためにさらに資金を見つける計画なんだそうだ。なるほど、ポーランドは石炭から脱却しようとしてるんだね。ストレージユニットの補助金を増やすのは、その一環なのか。確かにエネルギーの多様化は重要だわ。LG が静止ストレージルートを選ばない場合、収益を増やすための他の方法を迅速に見つける必要があるんだ。なぜなら、当社の問題はポーランドの問題でもあるからだぜ。それは厳しいね。
LG の問題がポーランド全体に影響を及ぼすってことか。どうにかして解決策を見つけないと、国の経済にも響いてくるわね。ブルームバーグによると、ポーランド中央銀行は、2024年の最初の月間貿易赤字を、自動車部品の輸出減少、特に LG の EV バッテリーの輸出減少に起因すると非難してるんだ。自動車部品の輸出減少が貿易赤字の原因になるって、かなり深刻な状況だね。特に LG の EV バッテリーの輸出が減ってるのは痛手だわ。LG が早く新しい収益源を見つけられるといいけど。そして話は再びドイツ。どうやらドイツのフォルクスワーゲンは次世代 EV の発売を延期しなければいけなくなったようだ。あや、そりゃまたどうして。それじゃ深掘りしていこう。フォルクスワーゲンは、今後の、SSP スケーラブルシステムプラットフォームアーキテクチャのソフトウェアに苦戦しているようなんだ。開発の遅れにより、ID、4SUV の後継モデルを含むいくつかの、新モデルの発売を延期せざるを得なくなったと報じられているぜ。また延期か。SSP アーキテクチャの開発がそんなに難航してるなんて、フォルクスワーゲンも大変だね。特に ID、4の後継モデルを待ってる人たちにはがっかりなニュースだろうね。SSP アーキテクチャは、広く使用されている MEB に代わるものであり、最終的にはフォルクスワーゲンの生産モデルの大部分を支えることが期待されているんだ。当初の目標は2025年に市場に投入することだったんだけど、それはもはや現実的じゃないみたいだ。MEB に代わる新しいプラットフォームがこんなに遅れると、フォルクスワーゲンの計画にも大きな影響が出そうだね。2025年に間に合わないとなると、他のメーカーに先を越されちゃうかもしれないし。フォルクスワーゲンの CEO トーマス・シェイファー氏は、最初の SSP ベースのモデルは、2028年に登場する予定のゴルフの電動後継車になる可能性を示唆しているんだってさ。2028年か。だいぶ先の話になるね。ゴルフの電動後継車が SSP の最初のモデルになるっていうのは興味深いけど、それまでに他のメーカーがどれだけ進んでるかも気になるところだね。EV 専用のアーキテクチャのソフトウェアは、フォルクスワーゲングループのカリアドによって開発されているんだ。新しいプラットフォームが超高速充電時間約12分をサポートし、レベル4の自動運転と互換性を持つことを望んでいるんだけど、ソフトウェアの課題により、予定通りには準備が整わず、製品開発のスケジュールに影響を及ぼしているんだよ。超高速充電にレベル4の自動運転、すごいことを目指してるけど、ソフトウェアが追いつかないんじゃ話にならないわね。これじゃ、ユーザーも待ちくたびれちゃうよ。ドイツのメディアマネージャーマガジンによると、この情報は、ハンデルスブラトの内部情報源によっても確認されており、フォルクスワーゲン ID4 の、後継モデルの発売が15ヶ月延期され、早くても2029年に登場する予定なんだ。ID4 は2020年に導入されたから、後継車が登場する頃には9年が経過していることになるぜ。9年も経つと技術も進化するし、他のメーカーも新しいモデルを次々と出してくるだろうから、フォルクスワーゲンにとっては厳しい競争になるね。それにしても、9年って長いわ。また、フォルクスワーゲンの他の完全電動 SUV、コードネーム T スポートも2031年に遅れて登場する見込みだってさ。2031年まで遅れるってことは、本当に計画が大幅に遅れてるんだね。これだけ遅れると、ユーザーの信頼も失いかねないし、競争力を保つのが難しくなるんじゃないかな。フォルクスワーゲングループ内の他のブランドについては情報がないんだが、SSP の派生版はアウディ、ポルシェ、シコダ、およびフォルクスワーゲンコマーシャルビークルの将来のモデルにも使用される予定なんだ。だから、さらに多くのモデルの発売が延期される可能性があるぜ。それは大変だね。フォルクスワーゲングループ全体に影響が出るとなると、他のブランドも遅れが避けられないかも。アウディやポルシェなんかも同じような問題を抱えるのかな。SSP ベースのモデルのデビューを延期するもう一つの理由は、MEB アーキテクチャへの投資の回収を図るためなんだ。現在 ID ファミリー全体を支えているプラットフォームは、2026年に、アップデート MEB プラスを受ける予定で、しばらくの間使用され続けるんだよ。なるほどね。MEB アーキテクチャへの投資を回収するためにも、しばらくはそれを使い続けるしかないってわけだね。アップデートされる MEB プラスにどれだけ期待できるかが鍵になりそうだわ。将来の MEB ベースのモデルには、2026年に登場予定の期待の、高い ID、2ハッチバックやエントリーレベルの EV である ID、1が含まれているんだ。これらがどうなるかも注目だな。ID、2ハッチバックや ID、1が成功すれば、少しは回復の兆しが見えてくるかもしれないね。でも、それまでの道のりはまだまだ厳しそうだわ。昨年、フォルクスワーゲンはボルフスブルク近郊に専用の EV 工場を建設する計画を中止したんだ。
その工場の建設には20億ユーロ 21.2 億ドルの投資が必要だったからな。それは大きな投資だね。中止するってことは、それだけの資金を他のところに回すってことだろうけど、どうするつもりなのかな？代わりに、自動車メーカーは既存のボルフスブルク及びツビッカウ工場を更新し、SSP ベースのモデルの生産に対応させる予定なんだってさ。なるほど、新しい工場を建てるよりも、既存の工場を更新する方がコストを抑えられるってことか。でも、既存の工場を更新するだけで新しい技術に対応できるのかが気になるところだね。一方 GM では、テスラに対抗して3つの異なる家庭用エネルギーパッケージを提供し、静的貯蔵施設と V2H 充電オプションを用意するそうだ。ついに家庭蓄電池に進出ってこと？それでは話を詳しく見ていこう。GM は、ホームエネルギー市場に参入する自動車メーカーの一つで、最初の3つのアルティアムホーム製品の詳細を発表したんだ。これらのオファリングは、テスラのパワーウォール製品と直接競合するものだぜ。テスラに対抗するって、GM も本気だね。どんな製品を出すのか興味津々だけど、具体的にはどんなものなの？同社は、このシステムが、嵐で電線が倒れるなどして電力網からの電力が利用できない場合や、太陽光発電に依存している場合に、ホームオーナーが電力供給の心配をすることなく独立して安全に過ごせるように設計されているんだよ。それは便利だね。停電や太陽光発電に頼ってる家庭には大助かりだわ。テスラのパワーウォールとどっちが優れてるのか、ますます気になるわ。このホームエネルギーシステムは、GM の新世代の電気自動車の購入者には自然な選択肢のように見えるけど、同社は、これらの3つのバンドルが EV 所有者にも、内燃機関車のドライバーにも適しているように構成されているって言ってるんだ。なるほど、EV だけじゃなくて内燃機関車のドライバーにも対応してるのはいい戦略だね。これで多くの家庭が利用できるようになるし、GM も市場を広げることができそうだね。まず最初に紹介するのは、アルティアムホーム V2H バンドルだ。これは、車の V2H ビークル2ホーム充電機能を活用した EV 購入者向けに、設計されているんだが、もちろん全ての EV が双方向充電を提供しているわけじゃないんだよ。ふーん、V2H ってやつか。車から家に電気を供給するってことだね。でも、どんな EV でも使えるわけじゃないのか。それってちょっと限定的じゃない？このバンドルには、最大 19.2kW の AC 電力を供給できる、GM パワーシフトチャージャーと、アルティアムホーム V2H エナブレメントキットが含まれてるんだ。このキットには、インバーター、ホームハブ、ダークスタートバッテリーが含まれて、9.6kW の放電能力を提供するんだぜ。最大 19.2kW の電力供給って結構なパワーだね。それにインバーターとかホームハブもセットでついてくるのは便利だわ。9.6kW の放電能力があれば、普通の家電も十分動かせそうだし、GM も本気でこの市場を狙ってる感じがするね。次に紹介するのは、アルティアムホームエネルギーシステムだ。これは非常に似ているんだけど、静止ストレージ施設が追加されているんだ。静止ストレージってことは、電気を貯めておけるってことだね。停電の時とかに役立ちそうだわ。このシステムは、最初のバンドルのパワーシフトチャージャーと、アルティアムホーム V2H エナブレメントキットに加えて、太陽光と、電力網のエネルギーを蓄える GM パワーバンクが含まれているんだ。購入者は、5kW 10.6kWh システムと、7kW 17.7kWh システムのどちらかを選択できるんだぜ。太陽光と電力網からのエネルギーを蓄えるって、かなり便利だね。5kW と 7kW のシステムから選べるのもいいわ。それぞれの容量が違うから、家庭の電力需要に応じて選べるってわけね。これなら停電時でも安心だし、環境にも優しいっていう一石二鳥だね。最後に紹介するのは、EV を所有していないが静止ストレージシステムを望む、ホームオーナー向けのアルティアムホームエネルギーストレッチバンドルだ。このバンドルには GM パワーバンク、インバーター、ホームハブが含まれているけど、パワーシフトチャージャーやアルティアムホーム V2H エナブレメントキットは含まれていないんだ。EV を持ってない人向けにもちゃんと選択肢があるんだね。静止ストレージだけでも十分便利だと思うよ。特に停電時には助かるし。GM は、太陽光エネルギーを統合したい購入者は、GM エネルギーの独占的な、太陽光提供者であるサンパワーを通じてそれを行うことができると言っているんだ。どのシステムを購入しても、GM エネルギークラウドソフトウェアプラットフォームにアクセスして全てのエネルギーを管理できるんだぜ。太陽光エネルギーも簡単に統合できるなら、ますます便利だね。GM エネルギークラウドで全てのエネルギーを管理できるってのもいい感じだわ。でも、価格と販売開始についてはまだ発表されてないんだね。早く知りたいところだね。
そうだな、価格と販売開始日が発表されれば、もっと具体的な計画が立てられるんだけどな。GM の動向に注目だな。皆さんはこのドイツ電気自動車の販売減についてどう思いますか？ぜひ、コメントでみんなと盛り上がってみてください。ってことで今回の動画は以上。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。